はい、どうも、こんにちは、こんばんは。えっと、今回はね、メガデッキ、えー、極円のブラムザンド、こちらをね、今回買ってきたんで、開封していきます。はい、こんな感じですね。本日発売2700円とか、まあ、そこら辺の、えー、デッキになってます。まあ、内容物に関しては、プレイシートと、えー、デッキ40枚。で、入れ替えカードが3種類、えー、3枚ですね。で、ソウルコアと、えー、コアが入ってます。で、全部のカードが、えー、キラーカード。で、X レアが9枚入りっていう感じの パッケージはこんな感じのデッキになってます。はい。これ買ってきましたね。やっとついに発売しました。えー、去年はね、ゴッドゼックスの、まあ、デッキだったんで、まあ、今回はブラムザンド。まぁ、あえー、ゴッドゼックス自体が、まあメガデッキ発売からね、まあ、再録なしで、えー、歯の方、対の方、で、ロロの方まで、まあ、どん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 、はい、強化されていってるんで、まあ、もしかしたらね、このブラムザンド自体も、まあ、今後ね、うん、今後変化していく。 可能性もなくはない、はい、カードになってます。で、裏側が、はい、こんな感じ。まあ、プレイシートと、まあ、コアが入ってるんで、まあ、あれなんですけど、まあ、普通の構築済みデッキ、スターターデッキと違って、まあ、ルールマニュアル的なやつとかね、デッキの回し方みたいなやつが入ってないので、まあ、あんまりね、初心者、全く知らない人が使うには、まあ、ルールブックが入ってないんで、ちょっと気をつけてくださいねっていう。 まあ、内容物になってます。まあ、収録カードのね、裏に書かれているこの通りで、まあ、開封していくんですけど、まあ、うん、このパッケージ自体がね、ちょっと特殊なやつなんで、まあ、いつもと違うんで、うん。まあ、今回は、はい、開封したカードが、えー、こちらに準備しておきました。はい。準備しておきました。なので、これをね、はい、見ていこうと思います。まあ、効果自体はね、はい、まあ、事前情報とか、公式サイトでわかるんで、まあ、あんまり効果は読み上げない方向で、 やっていきましょう、えー、まず三竜人ですねはいイラスト違いの三竜人サイロックカードで3体並べると合体しますなので場に3枚揃えるとね、まあ、対戦中にゴッドリンク的な感じで合体するんですけども、まあ、アタックは単体ですねまあとりあえず並べることができますよっていう、まあ、僕が一番使うのはこのサジットアポロドラゴンですねうんまあやっぱりね中心に書かれてるだけあってジック・ブルーム・ノバの このイラストのね完結している感じね、はい、左右に書かれているこのサジッタ・アポロとかセイバーは単体で見るとねちょっと左右に寄っちゃってるんで、はい、寄っちゃってるんであれなんですけど、まあ、ノバの方はね綺麗に、はいに書かれてます、まあ、どれもかっこいいんですよ、まあ、どれもかっこいいんですけど、はい、真ん中に来るカードはやっぱり綺麗だねっていう綺麗に感じますねこれが3枚入ってますで残り X レアが6種類63種類ですね6枚、まあ、2枚ずつ入ってますまず はい、キーカード、はい、ブラムザンド、極円の、えー、4, 4魔卿ブラムザンドですね、はい。これが2枚入ってます。8コス6軽減。自、は、在、い、持ってるんで、ホビルングレーブから出せます。うん、で召喚条件が自分のライフ3以下。でアタック時にソウルドライブ持ってますよと。これが1枚、えー、2枚入ってますね。はい、結構強いで。そして次の X ル、えー、メタフェリルですね。 S バーストなんで軌道で発動できる、えー、召喚条件が自分のライフ2以上なのでまあ序盤から召喚していける赤緑のアルティメットになっていますそしてバーストで2万まで合計2万まで相手のスピリット破壊できるんで割と優秀な、はい、アルティメットだと思いますで次がイビルフリートですね5コストの、はい、召喚時に、えー、トリガー持ってますねで召喚条件がコスト1以上の自分のスピリットまたはアルティメット1体以上 になってます、まあ、召喚時でヒットするとねトラッシュのコアが全て、えー、このアルティメットに置かれるんでまあ、実質、えー、リフレッシュステップがメインステップにやってくるみたいな感じで、はい、リソースがアドバンテージ、えー、リソースが回復しますはいなのでコアが、まあ、返ってくるんで、まあ、追加でネオダブルドローだったりまあ、スピード召喚だったりできますねあとはジュピターセイバーが場にあると えー、コスト7として召喚されることになると思うんで、えー、っとまあ、トリガーがヒットしやすくなるんじゃないかなと。まあ、イビルフリートをね、はい、ジュピターセイバーを使って、はい、なんかするデッキもね、はい、面白いと思います。で、次、こっからが、えー、新規カードですね。X レアじゃない新規カードの枠として、えー、ダスクドラゴンが2枚入ってます。赤緑のアルティメットになってますね。ライフ3以下の召喚条件で、ソウルドライブ持ってます。はい。 で次、えー、クリケッツですね。うんまあ、み緑単体のアルティメットなんですけど4コス3経験で、えー、と自分のターンにこいつが場にあるとね赤緑のスピリットの、えー、召喚時がアタック時に発揮されるんで、まあ、赤緑の、えー、コアブーストルリオーサとかローゼンベルグが大妙嵐がいる時に、ね、召喚してた召喚、まあ、することがねあんまりできなかったやつがこいつが場にあると、はい、心配せず召喚できます。 っていうやつですね。まあ、軽減がね、緑単色なんで、ちょっとそこは残念なんですけど、はい、クリケッツが2枚入ってます。これがね、赤緑軽減とかだったらすごく嬉しかったんですけど、はい、クリケッツが入ってます。で次、ビードルゴンが3枚ですね。赤緑のアルティメット。はい、これが3枚入ってますで。次、バーゴイル。これが2枚。はい、バーゴイルは2枚ですね。召喚条件、ライフ2以上の召喚で、はい、召喚できるアルティメット。 2枚で次、ドローマジック、新規のドローマジックですね。イビルドロー、これが2枚、2ドローしてソイルカーを使ってると4000以下破壊できるんで、まあ、先行で出されているイマジンブレイブを破壊するためのドローカードですね。ドローしながら相手のイマジンブレイブカードを破壊できる4000以下破壊なんでね、はい、そういう使い方ができます。で、邪神域、新しいネクサス、はいまあ、赤ネクサスなんですけど、 うんまあ、高果で緑としても扱います。なので赤緑のネクサスですね。で、4、コストも3軽減なんで、結構早い段階で発動できるカードになってます。で、アルティメットを召喚するときにネクサスを披露させることで召喚条件を無視できるんで、まあ、清流日かな。アルティメット清流日なんかのね、召喚条件無視とか、えー、無限ドラゴンですね。無限ドラゴンとかの、まあ、アルティメット1体以上の召喚条件を無視したり、あとは、 戦国六武将かなはい。あいつらがライフ3以下の召喚条件なんで、まあ、これが貼ってあるとね、序盤から武道が召喚できます。で、っていうのが、えー、新規カードの、えー、枠で、こっから再録。はい。約半分ぐらいが新規で、半分ぐらいが再録になってます。まず、ローゼンベルグですね。再録1枚、うん。はい。やっと再録ですね。で、ケイロンが2枚ですね。確かね、あのー、なんとかボックス。はい。 な,なんとかボックスですね。5周年記念かな何かのボックスで再録されました。えー、経路も2回目の再録です。はい。で、次、ルリヨーサ。これも2回目の再録ですね。はい。何かの箱で入ってました。プレバンの何かの箱。はい。で、ネオワーク。これが新規じゃなくて再録なんですけど、光っているネオワークとしては多分初めての光っているネオワークになってます。はい。ネオワークが3枚。で、次にホムライタチですね。これも、 1>, はい、1回再録されてます。光ってるバージョンで。これが3枚。で、ブレード G ですね。まあ、ここは足りなかったんで、個人的にはすごく嬉しい、えー、カードになってます。これが3枚です。えー、2枚です。で、次にグランドブレイク2枚ですね。まあ、エンマジ人の対策カードとして、多分入ってます。で、次、絶好標準。はい。あのー、龍魔人のね、スターターの。 イラストで光ってるバージョンで再録で最後ネオダブルドローが2枚とバレットファイヤー1枚ですねここも再録です、まあ、ネオダブルドローは、はい、アルティメット時代の,あの構築済みデッキに1枚しか入ってなかったカードなんで、まあ、1枚手に入れたかったら1枚1000円だったんですけど、はいまあ、再録されたんで嬉しいですね、はい、構築済みデッキのカードの再録なんで、まあ、足りなかったネオダブルドローが増えましたっていうねやつになってます 全部ですね、はい、全部3番になってます、はい。このブロックアイコンが全部3で新しくなってるんで、サイロックカードと前回の今までのカードの見分けはつけやすいかなと思います。はい、あとはね、個人的に嬉しかったのは、えー、この邪神域かな。邪神域と、まあ、新規 X レアが良かったと思います。まあ、残念なところはね、サイロックカードが、まあ、ほとんどレアカードとマスターレアなんで、 もともと光っているカードの最悪なんで、まあ、オールキラーのね、全部のカードが光っているデッキなんで、今まで光ってなかったカードをね、光らせて欲しかったんですけど、まあ、そういうカードはネオワークのみ、ネオワークだけっていう感じだったんで、そこはちょっと残念かなと思います。はい。光ってなかったカードをできる限り光らせて欲しかったかなと、はい、思います。まあ、メタフェリルとか、イビルフリートはね、強いんで、まあ、十分このデッキ買う価値はね、はい、あると思います。 うんまあ、三流陣もかっこいいんでね新しくデッキ組みたいかなと思いますし。はい、ということで今回は、えっと、極円のブラムザンドの、えー、構築済みデッキ開封動画でした。